最初から始める。今回のこのポケモン青は、ポケモン一匹を捕まえるごとに、このポケモンの世界から50音が一個ずつ消えるっていう縛りをしたいと思います。で、どういうことかというと、まず最初に、名前をまず決めようか。名前は、サジ、カツオで。サジ、カツオ、エンド。で、これなんでサジ、カツオかは後で説明するけど、あ、ライバルの名前。ライバルの名前決めなあかんな。ライバルの名前何にしようかな。ライバルの名前な、考えてなかったな。あ、じゃあまあ、そうやな、名前は、じゃあ、ヤスタカで。ヤスタカ。オッケー。で、これも後で言うけど、54が1個消えるっていうのは、最初のポケモン3匹、不思議だね、人影、ゼニガメの3匹の中から、1匹選んだら、ポケモン1匹捕まえることになるやん。で、そうしたら、そのポケモン1匹捕まえた時点で、このポケモンの世界から50音を1個消すと。で、その1個消された50音の音が入ってるポケモン、もしくはその技は使われへんくなるという縛りで、やろうかなと思います。まぁ、ちょっと何言ってるかようわからんかもしらんけど、おじいちゃんの研究所？これどういったら進むんやろ。あれ？これちゃうよな、ここじゃないよな。草むらに入るんやったっけ？いやー、この、ポケモン青は、あんまよくわかってないです。あんまよくわかってないのに、縛り実況をしようとするという。おーい、待て、待つんじゃ、大きいよね。で、その50音消えるっていう、その50音はじゃあどの順で弾いていくんかっていうと、50音順にあいうえおって弾いていくんじゃなくて、で、それが、筒井康隆の残像に口紅をっていう、アメトークの読書芸人かなんかで、カズレーザーが、なんか宣伝してちょっと話題になったというか、なんかその残像に口紅をっていうのは、50音が一個ずつなくなって、でも、まあ、小説を書けるか。で、やってる小説家の話というか。で、その50音消えていく順番は、その残像に口紅をで消えていく順でいこうかな。で、残像に口紅をで、最初に消える文字と最後に消える文字は覚えてて、あーと、んやねん。で、その間の文字は覚えてないねん。で、本は持ってると。だから、一匹捕まえたら、その時に何が消えるのか見て、で、その消える音がついたポケモンと技は使ったらあかんっていう縛りでいこうかなと思います。で、最初に選ぶポケモンやねんけど、人影。で、不思議だね、ゼニガメ。なんだ？で、これ、人影にも不思議だねにもゼニガメにもあー入ってへんから、どれ選んでも大丈夫と思いきや、確か、不思議種とゼニガメは最初の攻撃技が体当たりやねん。だから、人影と。でも人影を選んじゃうと、リザードンが使われへんことはもうこの時点で確定してるから、進化はできへん。っていう、縛りで。で、さっき言った、なんでサジカツオとライバルの名前がヤスタカなんかっていうと、残像に口紅をの主人公がサジカツオで、で、残像に口紅を書いてるのが筒井ヤスタカだから。筒井ヤスタカへの挑戦っていうこと。人影にニックネーム。つけてもいいけど、でもこれつけたらややこしくなるからな。いい絵にしとこう。まず最初のバトルやな。最初はゼニガメ選ばれんねんな。いいよな、お前には50音の縛りがなくて。あ、で、帰ろうとしたら、このいっちゃん最初、たけしのジムぐらいまではわかるけど、もうそっからのストーリーは全然わかってないから、ポケモン青のストーリーもわかってないし、残像に口紅をで何が消えていくかもわかってない。
さあ、ゼニガメ。だから、今、人影を捕まえたから、この世界からは、アーが消えてると。ひっかく鳴き声は両方使えると。そういう縛りです。ひっかく。エフェクトがないのは、なんかなんだろ、ナイトヘッドとかかな？ナイトヘッドとかが、その、チカチカするエフェクトがあって、目、嫌やから、エフェクトは効いてます。ひっかく。あ、体当たり。ほらな、相手の攻撃技、体当たり。もうこの世界から、俺の世界からは、アーが消えてんねん、サジカツオの世界からは。ずっこいな、治水安坂は無限に使えるな。尻尾を振る。ひっかく。よし、勝ったと。まあ、こんな形でやっていこうかなって思うんですけど、カットやんな。なんか、どのくらいカットしたらいいんか。だって、ポケモン青なんかみんな知ってるもんな。俺はほとんど知らんけど。だから、ポケモン青の実況を、ただひたすら、見るのは、多分嫌なんでしょ？俺も多分迷うやろうし、いろいろ。だから、まあ、随時カットで。だから、無駄にポケモンを捕まえちゃうと、50音が、50音の縛りがどんどんきつくなって、多分、なんていうのよ、こういうのは。失敗するから。うん。だからまあ、その、ポッポとコラったな。まあ、秘伝技がいる時になったら捕まえるかもしらんけど、今捕まえるのは危険かなと。だから、今のイメージでは、まあその、たけしはなんとかレベルアップで乗り越えて、ほんで、次の霞に備えて、常盤の森かな？で、ピカチュウ、捕まえようかなと。そういう魂胆です。預ける。俺の世界からは50音の、あー消えてんねんけどな。人影かな？あーの技覚えへんかったんやけどな。あーが音に入ってるわ。人影をリザードとかリザードにできへんのはなー、寂しいなー。だから進化出るたびに B 押さなあかんのか。変わらずの石とかどこで手に入んねん。いや、俺んちへ来ても無駄とか言ってたやんな。この後に、筒井康隆の家。筒井康隆の家行くの、俺。筒井康隆の家行ったら、筒井康隆のお姉ちゃんからタウンマップがもらえると。ありがとう。筒井康隆にお姉ちゃんおんのかな？なんか兄弟がおる話は、本に書いてあったっていうかな。ウィキペディア見た？まあ、なんか知ってるような気するけど。こらった。これレベルも上げやなあかんからな。これでもどうする？ひっかくやろ？で、これ多分次覚えるの火の粉やんな。これもし次消える文字火やったらさ、ピカチュウ捕まえた時点で、人影が。てかもう、次消える文字火なんやったら、もう、なんか、ポケモン青でのその、この50音縛り、あかんってことやん。あ、で、このポケモンは、まあ、その、タイトルは、まあ、なんか、初めて見た人にも分かりやすいようなタイトルつけてるけど、まあ、通称は残像に口紅をポケモン。まだ誰もやってないんちゃうかな。いろんなポケモンの縛りプレイはあるやろうけど。まだ誰も残像に口紅をポケモンにはたどり着いてないんちゃうかな。レベル8。あ、覚えへんな。まあもう、こんなとこは、こんな場面、人影レベル8がこらったレベル3に引っかくをやるとこなんか、確実にカットなんやろな。でもなんかカットじゃないときずっと黙って、カットのとき喋るみたいな、そんなテクニック、ないよ。これ対戦じゃないのか？うん。はいや。やっぱ対戦か。もう勝てんのかなこれ戦って、勝ったとしても、レベル 9？ 無理やん。全然無理やった。びっくりした。うわぁ、もうこれ、確実に勝ったやん。
せめてこのポッポだけは倒したいな。うわ、強い。当たらんかった。15、7。あ、これ次で負け？早いな。これで終わり？はえー、いきなり負けた。いきなり初の敗戦や。ボール買おう。もし急にピカチュウ出てきたらな、捕まえたいし。でもすごいな、ピカチュウ捕まえた瞬間に50音1個消えんねんで。早く火の粉覚えたいな。火の粉覚えたらここ楽やな。こういう会話も全部カットなんかな。難しいな。は？外れた。まだ砂かけの効果続いてんのかと思う。あ、まだ砂かけの効果続いてんのか思ったって言うってことは、さっきあの、鈴井康隆に砂かけ、鈴井康隆のポッポで砂かけされたっていうくだりがいるとかで、うわ、もうカット難しい。ゲーム実況者って大変なんですね。一言のように。モンスターボールやった。お、トレーナー。初トレーナーか？その、鈴井康隆以外で。持ってるで、ポケモン。早く火の粉覚えたいな。ビードル。うん、俺の世界からもビードルは消えてない。ひっかく。レベル 6？ レベル6ですか。うん、なんかよう急所に当たるな。俺の世界からまだ急所は消え、嘘でしょ、毒？戻らな。レベル9。火の粉か？やったー。火の粉でこれでスイスイ進めるな。火の粉。イエーイ。これでも毒なったらだるいな。毒消し買っとくか。コクーン。コクーンも俺の世界にまだおるな。でもコクーン捕まえてもスピアーがおらんからな。コクーン何の意味もないやん、捕まえて。未来がない。っていう意味で言うと人影もリザードにならへんねん。レベル11。よしよし。虫捕りの少年。あれ、もうポケモンがないや。自分が何匹持ってるかくらい確認しとけよ。でもまだこの、残像に口紅をポケモン、やってても、まだアーキエダだけやから。全然ここまではもう普通のポケモンブルーやでな。ポケモン青はもう、青はこの世界から消えてるから、この色はブルーなんやろ？え、これ、赤も消えてるわ。レッドやったら、レッドなん？この森は。ほんで、緑やったら緑なのかな。さあ、リベンジマッチや。怖い、筒井康隆。ああ、サジカツオ。そうや、お前が生み出したキャラや。己との対峙やな。ナルトであったあの滝のシーンみたいな感じ。ポッポ。よしよし、レベル差があるぞ。キノコ。いやー、砂かけやめてくれよー。よしよしよし、頑張れ。やったー、急所に当たった。オッケー、レベルも上がった。さあ、お待ちかね。お前のゼニガメは何レベルや。おお、マジか。これは決まったんちゃうか。もう体当たり。俺の世界に体当たりはねえんだよ。尻尾を振る。パチ？俺火の粉9で覚えたよな。だからまだ泡持ってないんか。まあ泡この世界には、あ、持ってるやん。あれ？おいおい、俺の世界にはない技使うなよ。やったー、勝った。よーし。作者を倒した。確かに舐めた真似してるな。あーで、秘伝技、例えば、居合斬りとかはもう、この時点で消えてるけど、まあ、秘伝技1として、だって秘伝技って、あれやろ、いんのかな、絶対いんのかは分かれへんけど、多分いるやろうから。ただ、戦闘で居合斬りを使うのは、もちろんあかん。なんでかというと、居合斬りなんて言葉はないからな、もうこの世界には。進化したかったなぁ。でも、まあそっか、ピカチュウも進化厳しいかなぁ。雷の石、雷中。まあそれは分かれへんけど。
どうなん、でも進化もリスク高いからな、あの、図鑑捕まえた数に登録されたらやから、進化も一匹捕まえたことになる。だから、その、進化した瞬間に、その進化後の名前に含まれてる、まあ進化前でもいいけど、その、とにかく進化後の時に名前に含まれてる、50音が消えた場合は、進化して即消えるからな。悲しいな。だからこう、人影に対する愛情も注ぎすぎひんようにせんと、人影が消えた時に悲しすぎるからな。まあ、だいぶ消極的やけど、考え方は。これでもほんま、あの次に、ヒーかトーかカーかゲーやったらもう、絶望やな。ヒーかノーかコーでも嫌や。もう火の子消えんのショックすぎるもんな。全然ピカチュウ出えへんな。火の子。火の子って、今までなんかその、炎の子みたいな。火の子やと思ってたけど、火の子の子って粉か。火の子供って意味わからんもんな。でもなんか火の小さいやつみたいなことで火の子かと思ってたけど。これ火の粉か。そっちの方がしっくりくるな。ピカチュウが先か、メタルグローが先か。ピカチュウ or メタルグロー。お、レベル15。嘘でしょ、睨みつけるやったー。メタルクロー、ワイ。メタルクローは、おいおい、一匹も出えへんぞ。さあ、これピカチュウやろ。アンパンマンやないかい。睨みつける。俺は睨みつけてるよ、今、アンパンマン。目覚めろ野生。ウォウォウ。ピカチュウ、この葉隠れすんなよ。ピカピー。ピカピー。ピタピーやないか、お前は。まあ、キャタピー捕まえてピカチュウって名前にする？何の意味があんねん。キャタピー、バタフリーになったら使えるとかあるかな？どうなんやろ。吸い取るとか覚えんのかな？でもリスク高いな。まずキャタピーから捕まえるのはありえへんやろ。だってキャタピー、トランセル、バタフリーって3匹捕まえてもらったら3文字減るもん、一気に。この序盤で3音 ?3 音消えるってもう意味わからんやん。絶対クリアできへんやん。ただトランセルを捕まえてバタフリにして、どうしよう。どうやろな、その可能性。あんのかな。このゲームボーイプレイヤーの迷彩柄のように迷ってるな。ピカチュウが出てきて俺を彩ってくれ。ピカピー。ピーカーピーカー。マジか、来た！やーべ、めっちゃ大きい声出してもうた、くそー。進歩せーよー。よしよし、ピカチュウ来た。捕まえよう。モンスターボール。サジカツオのモンスターボール。どうや？やったー、ピカチュウ捕まえたー。よっしゃー。ピカチュウ、ネズミポケモン。何匹かが集まっていると、そこに猛烈な電気が溜まり、稲妻が落ちることがある。電気ってそんな性質あったっけ？やったよー、ニクネームはつけない。まずレポート。よっしゃー。ピカチュウ捕まえたー。これがもう次パートへの引きってことでいいかな？ピカチュウや、やったやったー。さあ、でもこっからよね。電気ショック鳴き声ね。電気ショック鳴き声。さあ、こっからよ。見てみますね。もう、この残像に口紅をポケモン。この縛りプレイの一番の見どころ。何が消えるのか。まあ、残像に口紅を持ってる人はさっきそれで見て、カンニングというかフライングできちゃうけど、それはまあ、
な。それはまあ、ええやん。さあ、あの次何が消えるのか。世界から青を引けばの次。何や何や何や。これか。パ。パーや。世界からアートパーを引けば。パーね、パー。よしよし、パー。パーはどうや、ある？パーないやろ、パーないやろ。パー、パー、パー、ないな。ピカチュウにもパーはないな。パー。よっしゃー、オッケー。パーなかったー。よしよしよし。これはいいよ。やったー。パーな、パーって何やろ。ルビサファやったらパールルが浮かぶけど。パーのポケモンって何やろ。技もな、パーってなんかあるかな。葉っぱカッターか。パーな、パー。アートパーが消えた世界。ふう、とりあえずよかった。まあ、じゃあここで終わろうかな。ポケモンのレベル上げは、録画外でやるかもしれません。じゃあ、これでやめよう。47分。